トリース・ネーモンは、戦国時代の日本の足軽。奥平家の家臣。名は、勝勝。トリース・ネーモンが、歴史の表舞台に登場するのは、天正三年の長篠の戦いの時だけで、それまでの人生についてはほとんど知られていない。現存する数少ない資料によると、彼は、三河国法藩軍内の生まれで、当初は、 奥平家の直神ではなく陪神であったとも言われ、長篠の戦いに参戦していた時の年齢は数えで36歳と伝わる。奥平氏はもともと今川氏や小田氏、松平氏と所属先を転々とした国衆であったが、元気年間中は買い、武田氏の信仰を受けて武田家の参加に従属していた。ところが武田家の当主であった、 武田信玄が元気四年の四月に死亡し、その情報が奥平氏に伝わると、奥平氏は再び松平氏に寝返り、信玄の後を継いだ武田勝頼の怒りを買うこととなった。奥平家の当主であった奥平貞義の長男、貞政は三河国の東端に位置する長篠城を徳川家康から託され、約五百の城兵で守備していたが、天正3年5月、 長篠城は勝頼が率いる1万5000の武田軍に抗議された。5月8日の海戦に始まり、11、12、13日にも攻撃を受けながらも周囲を谷川に囲まれた長篠城は何とか防衛を続けていた。しかし、13日に武田軍から放たれた火矢によって城の北側にあった兵糧庫を消失。食料を失った長篠城は、 長期老城の構えから一転、このままでは、あと数日で落城という絶体絶命の状況に追い詰められた。そのため、定政は、最後の手段として、家康のいる岡崎城へ死者を送り、援軍を要請しようと決断した。しかし、武田の大軍に取り囲まれている状況のもと、城を抜け出して、岡崎城まで赴き、援軍を要請することは、不可能に近いと思われた。 この命がけの困難な役目を自ら志願したのが、スネーモンであった。14日の夜陰に乗じて、城の下水口から出発。川を潜ることで、武田軍の警戒の目をくらまし、無事に包囲網を突破した。翌15日の朝、長篠城からも見渡せる岩峰山からの呂しを上げ、脱出の成功を連絡。当日の午後に、岡崎城にたどり着いて、援軍の派遣を要請した。 この時、幸運にも、家康からの要請を受けた信長が、武田軍との決戦のために、自ら3万の援軍を率いて、岡崎城に到着しており、織田、徳川合わせて3万8千の連合軍は、翌日にも、長篠へ向けて出発する手はずとなっていた。これを知って喜んだスネーモンは、この朗報を、一刻も早く、味方に伝えようと、すぐに、 流しの城へ向かって引き返した。十六日の早朝、大路と同じ山で放火を掲げた後、さらに商法を伝えるべく入場を試みた。ところが、城の近くの有海村で武田軍の兵に見つかり、捕らえられてしまった。放火が上がるたびに、木内から上がる完成を不審に思う包囲中の武田軍は警戒を強めていたのである。洋州の部 鳥居スネーモン敵歩味方上中中元1893年間。縦オ場バ西系三枚、続くの武者へ。武田方に捕まった鳥居スネーモンは、牢上する味方を裏切って、援軍は来ないと知らせるよう強いられたが、面中腐敗してまんまと城に近づき、間もなく援軍が来るとの事実を知らせて、味方を鼓舞した。周りの敵兵は叫ぶスネモンを慌てて、抑え込もうとしているが、 時すでに遅し。スネーモンへの取り調べによって、織田、徳川の援軍が長篠に向かう予定であることを知った。勝頼は、援軍が到着してしまう前に、一刻も早く、長篠城を落とす、必要性に迫られた。そこで勝頼は、命令に従えば、スネーモンの命を助けるばかりか、武田家の家臣として行軍することを条件に、 援軍は来ないから諦めて城を明け渡すべきと虚偽の情報を城に伝えるよう、スネーモンに命令した。こうすれば、城兵の士気は急落して、城はすぐにでも自落すると考えたのである。スネーモンは、勝頼の命令を、表向きは承諾し、流しの城の西岸の見通しのきく場所へと引き立てられた。しかし、最初から死を覚悟していたスネエモンは、後に、三日で援軍が来るから、 それまで持ちこたえるようにと市に向かって叫んだ。これを聞いた勝頼は怒り、その場で部下に命じて、スネーモンを殺した。しかし、この、スネーモンの決死の報告のおかげで、援軍地下市の情報を得ることができたサダマサと、流しの城の城兵たちは、スネーモンの死を無駄にしてはならないと、大いに指揮を奮い立たせ、援軍が到着するまでの二日間。 武田軍の攻撃から城を守り通すことに成功した。援軍の総大将であった信長も長篠城の味方全員を救うために自ら犠牲となったスネーモンの最後を知って勘弁を受け、スネーモンの忠義心に報いるために立派な墓を建立させたと伝えられている。落合佐平寺。 道継瀬背端収蔵する東京大学資料編纂書の管理名称は上記の通りであるが、箱書きにある逆張り付けの図をもとに、落合佐平次堂、継石、鳥居マサルダカ逆張り付けの図とも呼ばれている。正鷹は皆である、勝ちの合気化。16世紀の作。会、武田家の家臣、落合左、平次道久が軍場で用いたと伝えられる瀬端。 逆貼り付けに書されているスネーモンを正面から捉え、張り木と共に幾何学的に図案化した旗である。スネーモンは全身が赤土のような色で描かれており、眼光鋭くこちらを見据えている。小島道弘はこの旗の箱書きに逆貼り付けの図とあることなどを根拠に上下逆の逆張り付けの図だと論じた。しかし、黒田秀夫や藤本正幸などは、 原本が徳川家に献上された時の遺書書や、旗差し物一般の構造からこれに反論している。また、明治5年に撮られた現在の熟装以前の写真では、名称こそ、鳥居強右英逆貼り付け図差し物となっているが、向かって、左途上部に袋にとおぼしき記事が見られ、逆貼り付けではあり得ないと確認できる。鳥居すねえもん貼り付け師の石文み。 愛知県新城市友会に所在仮想は自然石を積み重ねたような形。上層は背の高い化粧石。新し寺にある鳥居スネーモンの墓愛知県新城市友会に所在。当初、スネーモンの墓は新し寺に混流されたが、慶長8年、感染時へ移設された。写真の新し寺の墓碑は法暦13年に新しく混流されたもので。 1919年に墓所の大規模な拡張工事が行われている。狛犬が守る石造りの墓所。観戦寺にある鳥犬門の墓、愛知県新城鹿模擬国門前に所在散布区にある、こじんまりとした墓所。古い五輪塔や現代の案内板が見える。尋常小学校六年生用の国語の国定教科書。武勇伝が、 同初に掲載されたことをきっかけに、トリースネーモンは広く知られる人物となった。ただし、第二次世界大戦終戦後の日本では一転して、歴史好き以外の一般人にはほとんど知られていない人物となった。なお、記事そのものは、広島大学図書館に保管されている1937年4月21日発行版の時点で掲載されていない。九百四十年代前半。 読売新聞史上にて、対抗記名義で1939年1月1日から1945年8月23日にかけて連載された本作の中で、鳥イスネーモーは大きく取り上げられている。1941年に新潮社から新書対抗記名義で書籍化される際は、全9巻中の第5巻に収録された。現在の同巻は、新装版がされているが、 出版社の作品紹介は、鳥居スネーモンの下りを重点としている。1942年10月1日公開。原作、吉川英治、新書代後期。監督、内田富ト鳥居スネーモン役、小杉勇、妻、松役、水戸講師、高須田いよいよ太役、志村隆武田勝頼役、月形龍之介。 国大落八郎さだまさ役、東野英二郎。配給、松竹。池波翔太郎が1979年9月25日に表した同作品は、鳥犬門の男儀、肘方歳三の色恋、マミヤ林蔵の生き様、勘違いから一転した原田佐之助の人生という四つの物語で構成される短編集である。出版社、角川書店。 文庫、角川文庫。ISBN4 から04から132,314から2。ISBN9 兆7,840億4,132万3,144。奥区1億6,692万3,670。ありがとうございます。